ナミネの経過木。2021年3月26日撮影。ナミネの経過木は、島根県大田宿手町のナミネ海岸にある、机島を中心とした岩礁に存在する樹木の化石。火山泥流が枯結した際に経過が起こり、第三期中心よ大森層の隠れ企業海岸層が、波打ち材に露出したものである。国の天然記念物に指定されている。 波根西の軽下木松江市羽根西の軽下木の一画像中央岩場の先端下部に波根西の軽下木がある。2021年3月26日撮影。JR 旧定期北方600メートルほどの波根西海岸に海から斜めに3メートル余り、大きいもので6メートルほど飛び出したような形状で軽下木が露出している。樹幹や枝だが地中に渦漏れている間に、 水に溶けた二酸化ケイ素が内部に入り込んで沈殿し、細胞の内容物と置換して、木の内部組織を残して化石となることがある。これを経過儀といい、植物の化石の一種である。タンパク石化あるいはノウ化しているため、磨いて飾り石にされる。二千万年前の第三期の日本列島の形成過程で起きた火山活動の影響で、 火山から噴出したものが土石流となって流れ下り、なぎ倒された流木が埋没した。中には、木質の炭化したものもあるが、多くは計算を含有した地層の中で、長い年月を経て、カツラ作用が起こり岩石となった。日本海の荒波で地層が解釈され、周囲と比較して硬い景鍵が残された。火山の噴火によってできたという点で、 九州北部などの核鍵と違い、学問上、珍しいものである。これらの木は、ブナの木であると推定され、大きいものでは、長さ6.8メートル、周囲は太いところで2.2メートル、細いところで1.7メートルある。1936年に、波根西海岸の机島を中心に東西と、北方の島3 0ルとその周辺の海域約3ヘクタールが、 国の天然記念物に指定されている。同じ大田市内の小豆玄米没林公園では、約3500年前、三米山の火山活動によって渦漏れた、米没林が見られる。地元の小学校の中庭などには、移転された景観着の一部が飾られており、区手帳観光開発協会では、景観儀に続く遊歩道の入り口付近に、説明看板を設置している。ありがとうございます。